10月22日湯山小学校で学校と愛南町をライブ映像でつないだ遠隔授業が開かれました。この授業は愛南町の特色である水産業の理解を深めてもらおうと愛南町と湯山小学校が開いたものです。愛媛 CATV のケーブルモバイル回線を使ったライブ映像で湯山小5年生およそ80人と愛南町の初魚市場がつながりました。今日の授業はどうでしたか？今日の授業は思ったより、魚のこととかが知れたので楽しかったです。具体的にはスクリーンで映像を見たり魚を触ったりして魚のことをいろいろ知りました。じゃあザラザラだったりしたのでとっても迫力がありました。今日楽しかったことを教えてください。魚を実際に触れたことです。魚のいろいろなことが知れたことです。魚の取る漁師さんたちが減っているのを知って、私たちが大人になった時に魚を食べれないのが嫌なので、もうちょっと未来にも、漁師さんが増えるように、頑張ってもらいたいです。遠隔授業を通して魚の見分け方や水産業の課題などを学んだ子どもたち。ふるさとと海の恵みへの思いが一層深まったことでしょう。